ブンブン。ハロウィチュ、どうも、サラです。今回は、格安の PC などをよく販売している、テンクというブランドから、また新しい PC の発売がスタートしましたので、ご紹介したいと思います。今回発売されるモデルにつきましては、こちら、スリムブック14というモデルになります。今回のモデルもかなり価格は安く、現在の Amazon での販売価格で、税込み39,600円となっています。特徴としましては、今回のモデル、 第5世代の Core i シリーズとほぼ同じくらいのスペックを持った c e l ン r o n J4115 が搭載されており、単に価格アいスだけではなく、コスパもそこそこ高いモデルとなっています。ただ、この後でご紹介しますが、やはり最新機種と比べますとかなりスペックが低いので、購入する際は注意が必要です。では、その詳細なスペックですが、まず CP は先ほどご紹介した c e l ン r o n J4115、Quad Core の CP になります。 メモリは 8GB、ストレージは 256GB の SSD となっています。ちゃんと国内モデルとして発売されるノード PC で、この4万円を切る価格で販売されるモデルというのは、未だにメモリ容量が 4GB だったり、ストレージにつきましても SSD ではなく EMMC だったりすることがあるんですが、このモデルにつきましてはその点、この辺のストレージのスペックだったり、メモリ容量だったり、十分なスペックとなっています。 ディスプレイは14.1インチのフル HD IPS 液晶になっています。モデル名がスリムブックというところからもわかる通り、格安の PC ではありますが、本体はとてもスリムで、厚さは 16.5mm となっています。また、オフィスソフトにつきましても WP オフィスが標準で付属しており、ほぼお使い勝手につきましては、マイクロソフトと同じですので、この辺はたまにオフィスソフトも使いたいという方にとっては、追加で購入する必要もなく、 安心して使えるのではないかと思います。デザインにつきましてはこんな感じ。キーボードは一応日本語配列とはなっていますが、キーの形状自体は英語配列のまま、無理やり日本語配列にした形状となっています。また、この Enter ーキーだったり、Backspace キーだったり、その隣の方にこういった特殊なキーがありますので、慣れないうちはご操作する可能性はあります。格別のモデルですが、意外にも驚愕縁のディスペイを採用しており、 このようにベゼルはとても細くなっています。インターフェース周りにつきましてもご紹介をしておきますと、こんな感じ。フルサイズのタイプ A 端子。ただ、どうもデザインを優先してか、このタイプ A 端子、キャップが付いているようです。そして HDMI 端子につきましては、ミニ HDMI となっています。マイクロ端子よりは使いやすいものの、やはりミニ HDMI というのは、ケーブルもあまり手に入りにくいというところもありますので、できればフルサイズの方が良かったように思います。 それから反対側にはイヤホン端子に USB 3.0の A 端子。カードリーダーとしましてはマイクロ SD カードリーダーがあります。薄型のモデルですが、ちゃんとタイプ A 端子を2つも搭載しており、この辺は十分かと思います。最近のモデルによくありがちな USB パワーデリバリーに対応したタイプ C 端子というのは搭載されていませんので、基本的に充電を行う場合はこちら、専用の電源アダプターから充電する必要があります。 生体認証につきましては、この部分、ドラッグバットの左上の方に指紋センサーが搭載されていますので、この点は格安のモデルとしてよく省略されがちな指紋センサーが搭載されているということで、とても使いやすいのではないかと思います。では、肝心のスペック部分、このセレロン J4115 という CPU、あまり聞き慣れないセレロンかと思いますので、どのぐらいのスペックなのか、パソコン関係のベンチマークでは同じの、パスマーク といいいうベンチマークのスコアを比較したいと思います。こちらがパスマークのスコアを比較した表とグラフになります。まず、今回のモデル。今回の最新機種に搭載されるのがこちら。セルロの J4115。この CP u のパスマークのスコアとしては、2733ポイントとなっています。天空が言う通り、第5世代の Core i5。これのスコアはどのくらいかと言いますと、2780で同じぐらいのスコアとなっています。ですので、 コア i5-5350U とほぼ同等、あるいはベンチマークによっては、むしろこの 5350U よりも高いスコアをマークすることもありますので、言ってること自体は嘘ではないもの、やはり最新の CP と比べますとスコアは低く、よくこういった格安の CP に搭載されるセルロン N4100 が2461ポイントということで、もう今回の J41 事項もあまりスペックが高くないというのは、なんとなく想像がつくかと思います。 なお、価格帯は違いますが、最新機種。例えば、マウスコンピューターから販売されている、同じく14インチクラスのノート PC に搭載されている、Ryzen 5 4600H という CPU。この CPU のスコアはどうかというと、14850。このようにグラフで書いても、その性能が突出しているのがわかるかと思います。ちなみに、この Ryzen 5 4600H を搭載したマウスコンピューターの PC。こちらがその公式サイトの方ですが、 X4R5 というシリーズに先ほどの Ryzen という CPU が搭載されており、その CPU を搭載したモデル、X4R5E という製品、こちらの方の価格としましては、76,800円となっています。税別価格ですので、税込み価格にしますと8万円は超えてしまい、今回の10区の最新 PC と比べますと、倍以上の価格にはなってしまうものの、やはりスペックからするならば、スペックが5倍で、 価格は倍ということで、むしろコスパの高さで言うならば、価格は8万円してしまいますが、マウスコンピューターの最新 PC の方がコスパは高いというそうです。とはいえ、パソコンに8万円も出すことはできないという方も多いかと思います。サブ PC だったり、あるいはサブのサブだったり、そこまでスペックを必要としない PC で、なおかつ Windows を搭載したモデルが欲しいという方の場合は、この辺のスペックの悪さをよく理解した上で購入する分には、 全く問題ないですがメインマシンとして使うにはかなりスペックは低めというには変わりがなさそうですなお最近ではクローンブックもかなり人気で実はこのぐらいの価格4万円ぐらい出すならばもっといい動作もサクサクしているクローンブック a z o n でも多数販売中です例えばこちらが Amazon のクローンブック販売ページとなります現在は Lenovo だったり ASUS だったりその他エイサーや l ルといった多くのメーカーからクローンブックが販売されています CPU が格安の CPU を搭載していたとしても、搭載している OS、Chrome OS 自体はとても軽量な OS になっていて、動作もサクサクしますので、むしろ今回ご紹介したような t e n の格安 PC を購入するぐらいなら、Chromebook を購入した方が動作も軽く快適に使えるという場面も多いかと思います。ですので、もうスペックを理解した上で、安い Windows 端末が欲しいということで、今回の t e n の最新 PC を購入するというのもいいですが、 あまりもっさりしてほしくないというならば機能は少なくなってしまうものの Chromebook を購入するという選択肢もありかと思いますということで今回は t e n の方から最新の p c t e n スリムブ s l i m b o o k 1 4というモデルの発売がスタートしましたのでご紹介しましたもしこの製品購入を検討している方は動画の概要欄の方に販売ページのリンクを貼っておきますまたその他現在 Amazon で人気の Chromebook 販売ページのリンクを貼っておきますのでそちらの方も興味のある方は 概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。